踊る千葉テレヤグラの裏番組、イエーイ。ということで今回の裏番組は東金市です。皆さん東金市ってご存知ですか？私はね、友達が 2,3 人いるくらいで、あまり行ったことあるっていうふうには言えないんですけれども、結構有名な市といいますか、体験型のものが多いイメージがあります。例えばぶどう狩りとか梨狩り、ブルーベリー狩り、いちご狩りとか、あとろくろとか、東金市で採れたものを買うことができる道の駅があったりとか、ゴルフ場とか、自然プラスこの体験型だから、お盆休みとかね、夏休みとかを使ってちょっと体験したいなっていうのにもってこいの市なんじゃないかなっていうふうに思います。東金のお友達のイメージはお祭りが好きなイメージがあって、よくお祭りのお話とかしてたので、そういうこう体験型的なものがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうにでも思いました。まあ私もあんまり小さい頃だから覚えてないんですけど、確かいちご狩り東金市に行ったような気がするんですよ。子供連れの方とか、美味しい果物をね、やっぱり普通に調理されてポンって出されるよりも取って食べた方が絶対美味しいんですよ。もういちごとかね、本当に格別だから、美味しいところで美味しいまま食べてもらいたいなっていうのがあるので、こういう機会にね、ぜひ東金市に遊びに来てもらえたら嬉しいなっていう風に思います。ではこの辺で終わりたいと思います。踊る千葉テリアグラ、ぜひ楽しんでください。それでは皆さん、バイバイ。